皆様こんばんは。ハムスターでアーケードアーカイブスシリーズのプロデューサーをしております浜田です。よろしくお願いします。あ、ちょっと音を、はいはい、はい、今日も見に来ていただいてありがとうございます。はい、今日のタイムスケジュールご覧ください。はい、今日なんと光栄テクモゲームス、あ、ちょっと山田くん、カメラ。今日も山田くんです。こんばんは、山田くんです。すいません、ちょっと遅れてしまいましたが。はい、よろしくお願いします。駆け足で進めます。はい。はい、ではご覧ください。今日のタイムスケジュールでございます。今日なんと、光栄テクモゲームスの原尾さん、登場されます。そしてこの後すぐジェイコの明け赤道をご覧いただきます。そして、7時半からは原尾さんにいろいろお話を聞かせていただく予定でおります。おかわりあるかもかもと書いてあります。そして21時からは第267回アーケードアーカイバージェミニウィングスペシャルでございます。今日なんとあのゲーム芸人藤田さん、スケジュールたまたま取れましたので駆けつけていただける予定でおります。23時終了予定でございます。はい、こんな感じで、はい、じゃあカメラ戻ります。はい、じゃあ早速、はい、すいません、ちょっと今日いろいろですね盛りだくさんなのでご挨拶9時の時にやらせてください。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、あとタイムシフトではもう全員の名前ちゃんとこう見て出席簿に丸付けさせてもらいます。出席簿、はい、ないけど。ではまず最初はこちらのコーナーです。ジェイコの明け赤道。はい、このコーナーは毎週出される無理難題をジェイコが 全力で乗り越えるスポコンドラマです。あまりにもひどい仕打ちを乗り越えることで若い人、ゲームライトユーザー層の興味を引き、結果ゲームの楽しさをたくさんの方々に伝えていくことが目的でございます。はい、はい、カメラ、はい、はい、ではお呼びしたいと思います。被害者のジェイコさんです。どうぞ。こんばんは、ジェイキャストトレンドのジェイコです。今ので加害者になった。違います。今のは高橋名人の16連射ですね。はい、それ藤田さんが大好きなネタなのに、すいません、先輩のネタに思いっきりかぶりに行ってしまいました。申し訳ないです。はい、でもね、残念だったのは、はい、そのつつく16連射で叩くところ、はい、このねスイカの後ろでやってたから、はい、カメラ映ってないんですよね。 あれはねこうやらないと、あ、そこがやっぱりプロとはちょっと、うん、プロに至らない部分ですね。申し訳ないです、はい、また割れるところが普通に割れた、うん、はい、来週また想像を超えてました。よく考えてきてください。そうです、ね、はい、で来週もですね、分かりました、宿題にさせてください。はい、ということで J キャストトレンドのジェイコさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もよろしくお願いいたします。はい、はい、まずは先週のお題の確認でございます。はい、アーケードアーカイブススターフォース、任天堂スイッチのキャラバンモードのランキングに30万点以上で J キャストトレンドの名前を刻むこと、はい、これが一つ目。はい、そしてもう一つ、今日のこの生放送中にライブでキャラバンモード30万点以上取ること、この2つがお題でした。ライブで、はい、2つのお題をちょっとクリアしようと1週間頑張ってまいりました、うんうん、はい、じゃあまず1つ目、 J キャストトレンドが10万点以上で登録されてるか確認をしていきたいと思います。はい、ご確認のほどお願いいたします。はい、じゃあゲーム画面、じゃあオンラインランキングを押してください。はい、30万点以上でしょうか。自分、はい、26位、31万2300点。クリア、頑張った。
ました。頑張りました。すごいよ。なんだってっていう、すげーって、うん、すごい弾幕もらってる。いや、あの実はこちらに今日来るまでの電車の中で出したスコアになります。312,300点。はい、あすごい。で来るなりネットつなげてくださいとちょっとオンラインランキングにどうしても登録したくてすいません。なるほど、すごい。はい、はい、あれだわ、先週のこの時間やって2万点だったんですよね、はいはい、がなんと1週間で312,300。ただまだわからない。いや、これね、もしかしたら電車乗ってる時の隣のおじさんにやってもらって、はい、それを持って登録したかもしれないから。そうですね、やっぱこれはね生で、これすごいよ。ミータンさんとか抜かされてるって、うん、アーカイバーの人抜かされてるやんとか書いてあって、すごい。 いやそうかもしれません。ちょっとあのカシャンさんがミータンさん、カシャンさんでも笑えないハムスター04も04もね、はい、ヒゲ仙人さんも抜かれてすごい、そうそうたるプレイヤーの皆さんですよ、ね。いやーちょっ と, ょっと、はい、もう寝ても覚めてもスターフォースやり続けた1週間でした。本当に、うん、楽しかったです。はい、はい、じゃあ山田君ちょっとこちらの画面ください。はいはい、この2つのお題丸付けをしていきましょう。お、嬉しい。はい、まず一番上の方、はい、30万点以上で名を刻む、はい、こちらじゃん、花丸。やったおめでとう。おめでとう。すごく嬉しい。はい、さらにこちらジェイコの通信簿。え、はい、何ですか山田君、これ音出ます。はい、ちょっと待ちください。ジェイコの通信簿見てみましょう。いきます、こちらじゃん、ワン藤田獲得。ワン藤田って何ですか。おめでとう。ありがとうございます。はい、簡単な通貨みたいなもんですか、ね、おめでとう、ワンフジタ獲得。えやったね。なんかしたちょっとしたポイント、え、なんか皆さんなんかいらないみたいなことを聞いてたんですか。はい、ということで、ジェイコここまでのところワンフジタ獲得しました。はい、そうなんですね、なんか嬉しいことなんですね。はい、はい、おめでとうございます。はい、ということでもう一個の方、こちらこの生放送中にライブでキャラバンモード30万点以上、はい、ライブで、うん、ここでもう一回花丸もらえると、はなんと2藤田ですか。ちょっとそれがどういうそうなんです、嬉しいことだと思うので、うんうん、ちょっと頑張って2藤田狙っていきます。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ではですね、一発勝負でやってもらいたいのですが、はい、ジェイコさん、はい、こちらをご覧ください。はい、はい、光栄テクモゲームス執行役員原尾浩二様でございます。はい、もう言葉が出ません、うん、はい、この方は普通に偉い人なんです。はい、はい、本物です。はい、はい、さらに我々アーケードアーカイブスにとってはですね、はい、恩人のような方なんです。それはちょっと失敗が許されないですね。はい、いかにアーケードアーカイブスに対しての恩人であるかはですね、はい、第167回アーケードアーカイバーテクモスペシャル、はい、こちらを後で見といてください。はい、はい、そこで語ってますただタイムシフト期間はもう過ぎて、そうですよね、どう確認しようかなと今思ったところです、はい、もうこのアーケードアーカイブスがなんなら今こうやって続けられているのも、はい、原尾さんのおかげです。出なければ私こちらに呼んでいただけませんでしたので、うん、感謝してプレーを捧げさせていただきます、はい、うん、つまり原尾さんの前で、はい、スターフォース絶対に失敗はできません、まあ、王の御前ですからちょっと頑張ってやろうと思います。はい、はい、原尾さんこんばんは。はい、こんばんは。今日はありがとうございます。こんないえこんな社会情勢の中お越しいただいて、はい、皆さんもこんにちは、こんばんは。声でごゲームサラオでございます。よろしくお願いします。あ、山田君マイク拾えてる感じ。拾えてると大丈夫、もうギリギリ聞こえる。はい、あ、ハロさん皆さん聞こえてますか。もう気持ちマイクに近づいてもらっていいですか。イケボっておっしゃってる。あ、聞こえてますね。はい、ええ声って僕一回も言われたことないですよ、ええ声なんて。
今日は私は本当に J キャストさん、はい、J コさんを応援します。嬉しいです。頑張ろう。先ほどの控え室、うん、もしも J コさんがハムスター社の社員だったら、うん、訴訟して勝てるレベルだと思います。あの浜社長の圧迫のちょっと見ていて本当に少しこうかわいそうになってきたので、しかもねお話伺ったらお父様が、はい、三国志の英傑伝とか、はい、三国志のワンとか、はい、たしなまれてるということで現役でございます英傑伝、はい、本当にもう当社のファンということを伺いますと大ファンです。もう全面的にジェイコさんを応援して30万円行ってもらいたい。でもね失礼なんですよ。失礼。どうしたんですか。あのね今日は原尾さん来るにあたり、はい、原尾さんにお会いしたいんです、こうやってクモゲームスの大ファンなんですって言って、はい、僕と最初に会った時とは全然違う態度で、いやいやいやそんなことないです、とんでもなく失礼な態度で、そんなことないですから、僕はありえないですよ。いや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 、ね、最初の時はですか、あの犬服大好きなんですとか来たんですか。来ない。あ、そう、何も来ない。ちょっと待ってください。ハムスター動物病院ですかぐらいの感じですよ。もうね、いや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 、そのね対応の違い。そんなこと。あれここ暑いかな。あ、ごめんなさい。大丈夫ですか。まあ、確かに先ほどのまさに古い英傑伝のソフトとか、あとはライザのアトリエのクリアファイルとか、うん、ここぞとばかりにいろんなグッズを持ってきて、ちょっと少しその何でしょう、ちょっと引きました。ぐいぐい行き過ぎましたね、はい、ちょっとこれは持ち帰って反省材料にさせてください、うん、それは反省した方がいいですね、はい、うん、はい、あの微妙な加減が必要ですか、ね、あ、そうですね、どうしてもちょっと家族がどうしてもファンでして、すいません、ちょっと思いをぶつけすぎました、うん、あ、でもそれを超えてですね、やっぱりダークハマダのもうちょっとこうハムハラがすごかったので、ハムハラ、私は応援して必ず私の応援の力で30万点を生かせようと思って、嬉しいです。ちょっと王の祝福がちょっとありますので、ちょっとワンハムハラに負けない感じで、うん、ここまで言われて失敗したらもう、いやちょっと、もうありえない、うん、そうだね、ここまで言われたらそうですね、これは原尾さんの顔を潰さないためにも、ね、一発30万点やめてください。あ、そんなところに落とし穴があったんだ、あ、落ちました、ちょっと思いっきり、うん、まあでも頑張りましょうよ、頑張りましょう、ね、楽しみながら頑張らせていただきます。はい、はい、ではハローさんの御前試合ということで、はい、はい、なんと一発勝負30万点ジェイコ出します。はい、頑張って頑張って、はい、頑張って頑張ります。じゃあゲーム画面、はい、大丈夫よ。じゃあワイプ入れちゃおうか、うん、入れちゃう。はい、泣いても笑っても1回です、はい、いいですね。はい、はい、ではジェイコさんによるスターフォース30万点プレイご覧ください。頑張ってください。行ってまいります。さあ、先週のこの時間はこんな動きしてなかった。全然違うんですよ、うん、あ、分かってる動きだ。ちゃんとヒドンもちゃんと取り、そしてちゃんとボーナスも取り、おー、ヒドもちゃんと取り、さっきミータンさんとかカシャンさんはジェイコさんに合わせてやってたらしいんですよ、うん、そしたら抜かれたみたいな。あ、飼い犬に手を噛まれた的な。そうそうそう、合わせてなんか一生懸命頑張ったみたい。ラリオス、ラリオス、どうだい？うまい！ナイスプレイ！うまい！来ました！ 5 万点！危ないで！危ないで！お、ここで8万点取ってる。これはまあまあ。ちょっと少ないかな。さ、800だと？右？はい、ナイスプレイ！うまい、うまい。すごいうまい。ここまでは順調です。うんうん。まあ、ここまではいい感じ。いい、いい。お、そしてこのジムダオ、はい、1000点かける7の7000点しっかりゲット。そしてもう一個ジムダ、パーサー。なんでこのパーサーに対するこの強い思い。いや、パーサーが私の唯一の味方なんです。まあこのゲームの中ではね、うんうん、
お、お、頑張れ頑張れ、よし、お、いいよいいよ、さあ右、600点は右、はい、ナイスプレー、オッケー、ボーナス2万点もしっかりゲット、素晴らしい。ハローさんどうですか、ここまで。いや、ちょっとシャレなのでうまいですね。ジムだ、ヒドン、これはちょっと無理か、これはちょっと無理か、でもこっちのヒドンはもらった、うん、からのあー、まずい、もう一個取れたかな、あ、でも、いい感じ、いい感じ。ちょ、笑い事じゃないですよ、笑い事じゃ、必死ですか、あー、無理やった、うまい、出ました、ブロード技出ました、点残り1分30秒。ちょっときついですね。反対側の皆さんをうならせてますよ。ジムだジムだジムだ。よし全部取った。7000点。オッケー。くー怖い。怖い。ヒール。おーヒール。よしオッケー。B 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 B。しつこい。くー。飛んで火に入る夏の虫。さあ24万点。大丈夫大丈夫、パーさんいなくなったけど大丈夫、私の味方が、待って待って待って、24万、頑張れ待って待って、頑張れ、45秒、 B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 、 よし、くー、 B、 よし、 B、 あー26万、26万、あと4万、26万、まずい、ジムだ7000、ジムだ7000、もう一回、あーやばい、やばいよ、後がない、やばい、ラスト一機、まさかの、まさかの完走できず、あ、これで2万、2万取る、間に合え、間に合え、右、右、時間がない、時間、タラリン、終了。バミーン。ああ。これはひどい。今最後1秒完走できずっすよ。本当ですね。これはひどかった。ちょっとあまりにも不甲斐なさすぎますね。でもあのね、逃げ切った姿は何回も素晴らしかったですよね。ドラマとしてはすごいですよね、うん、最後の瞬間も。あれ絶対死ぬところですからね。そうそう、いやー申し訳ないです。はい、もうこれはちょっともう全力で、あの見ている方と、はい、原尾さんに、はい、謝罪の言葉を。いやもう誠に申し訳ございませんでした。切腹してお詫び申し上げます、うん、すいませんでした、申し訳ないです。原尾さんにもちゃんと、いや原尾さん本当に申し訳ございませんでした。楽しく遊ぶだけ遊んで結果が出せませんでした。申し訳ございません。はい、あの取引は考えさせていただきます。ああ、まずい。 J キャストさん、ちょっと光栄テクモゲームさん、ちょっと出入り禁止になるかもしれない。帰れないですね、このままだと会社に。まずいです。はい、では、はい、こちら、はい、じゃん、お題の確認をしていきたいと思います。2つ目の挑戦はこちら、じゃん、残念ながら失敗でございます。残念。はい、ということでこの J 子の通信簿の方もですね、あら、ワンフジタのまま、残念、ツーフジタ増えず、何こんな時間かけて残念です。すいません。はい、
ということで、はい、ジェイコさん、はい、第1回のお題は、はい、まあ1勝1敗1点、そうですね、ワフジタ1勝1敗、ちょっと悔しいですね、本当に悔しくて今、うん、ちょっと毎回30万点取れるぐらいの腕前になってから、うん、ちゃんと、うん、あの来るべきでしたが、うん、すみません、1週間の付け焼き場になってしまったと思います、本当に、うん、あの頑張りましたが、ちょっとまた次に結果が出せるように、はい、気持ち引き締めて頑張ろうと思います、頑張りましょう、我々結果が全てです、結果が全てでございます、はい、来週頑張りましょう、はい、はい、来週のお題はこちらです、じゃん、アーケードアーカイブスジェミニウィング、来週のこの時間までに任天堂スイッチのキャラバンモードのランキングに15万点以上でその名を刻むこと、15万点、はい、あの30万点でずっとやってきたので、なんか比べてしまうと半減かなって気持ちになるんですが、じゃあいけそう、いや、とんでもないです、とんでもないです、うん、あのとんでもないです、あの残酷だよみたいなことを書いてあるんですけど、ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいね、はい、これはきついんですね、なんか、うん、ハローさんの反応もいい、いや、笑ってないです、うん、まあね、ちょっと待ってください、まあ一つだけ言うのは、はい、僕はね 100% 取れますよ、え、僕はね、僕は、僕なら 100% ということは、またご覧に、私にちょっと、はい、そして2つ目は来週のこの時間この場で生でライブでキャラバンモード15万点以上取ることということになりました、はい、はい、もう特別にゲームこんなゲームだよっていうのを教えてあげます、はい、お、はい、特別ですね、はい、ありがとうございます、なんとこのオリジナルの発売元はやはりテクモさんの作品です、はい、まずはハラオさんに向かって素晴らしい名作を残してくれてありがとう、はい、心を込めて言ってください、素晴らしい名作を残してくださりありがとうございます、いや、もうこれは先輩方に残したものなので、はい、私はどこじゃないですね、いや、そのテクモ50年以上の歴史を持つその先輩方の気づいたものなので、はい、次こそは多分きっとクリアしてくれるだろうなと思っております当たり前じゃないですか、ちょっと待って、2連続はありませんよ、失敗大丈夫だと思います、はい、そうですね、はい、こちらのゲームですが1987年のシューティングゲームでございます、うん、はい、はい、特にやはりこの8種類のガンボールを駆使してステージを攻略するというのが特徴のゲームでございます、うん、ガンボールですね、うん、ガンボール、はい、で、まあそのガンボールですけど、まあ、はい、あのいろいろなこういう効果特徴があるんですけど、これは来週のこの時間までに全部暗記して一字一句間違いないように、一字一句ですか、はい、覚えてきてください、はい、はい、じゃあやりますか、よろしくお願いいたします、はい、じゃあまずはあの本当に初見プレイでどれぐらいいくかやってみましょう、私がですよね、うん、ちょっと待ってくださいねでもシューティングゲームこの1週間ものすごい楽しくやりましたので、うんうんうん、ちょっと上手くなってるかもしれない、うん、どうでしょう、はい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 、じゃあ何も情報なく初見で何点いけるかやってみましょう、はい、はい、これは普通に、あ、ね、はい、ね、×ボタンが、あ、はい、×ボタン違うわ、B ボタンがガンボール、はい、B ボタンがガンボール、うん、で Y ボタンが連射入りのショット Y ボタンが連射入りのショット、うん、はい、はい、もう与えられる情報は以上です、え、はい、じゃあ頑張ってください、ちょっと待ってください、ちょっと、あ、いきなりガンボール出した、え、待ってください、何何何何、あ、ガンボール出した、もったいないY ボタン押しっぱ、あ、爽やかな、なんか来た、ん、あ、これフォルフェだな、さてはさてはあ、ゆっくり来てる、何、なんか使ってるのかな、ガンボール、うん、まあ、あの、それで言うとガンボールは逆に言うともうガンガン使って、あ、ガンボールだけに、うん、あの、ガンボールだけに、あ、もういっぱいついてる、いっぱいついてる、うん、あれガンボールやっつければガンボールもらえるから、これくれ、うん、あれいいねガンボールくれ、あれあれガン、ああガンボールもらわないと、ガンボール、あれいいね、うん、え、なになに、え、ちょ、
ガンボールもらわないと。これ触りに行く。いやいや違う、まあ、あの頭を打って、そう、あー危ねえ危ねえ。あ、なんかいっぱい浮いてる。うん、ガンボール、そう、あ、なんか全体攻撃みたいなのがすごい。あれ、8個のガンボール、8種類のガンボール、うん、おー、あ、いい。まずい、あー危ねえ。あー終了、29,570点でした。これで15枚いけるのかな。これ7倍ない、5倍ですね。うわ、うん、いけるのか。はい、ということで今29,000点しか取れなかったジミニウィング、はい、来週のこの時間までに15万点。はい、ちょっとシューティングゲーム連続なので、うん、うまいこと経験値を上乗せしていきたいと思います、うん、はい。で、来週この場でもう一回取るというのを原尾さんに向かって宣言をしてください。原尾さん、はい、来週この時間こちらのゲームで15万点取らせていただきます。はい、期待してます。ありがとうございます。頑張れ、はい、頑張ります。じゃあ僕が一回お手本プレイをお見せします。軽く15万いくというすごい腕プレイですね、うんうんうん、なので、今日家に帰ったら、はい、もう僕の素晴らしい解説をしながらのプレイを見、はいはい、しっかり勉強して、はい、来週ここで15万点取ってください。はい、今日はメモ持ってきましたので、はい、ちゃんとメモらせていただきます。あ、メモね、はい、うんうん、もうね、合間合間に攻略ポイント俺パーって言うから、しっかりと、はい、あのちゃんとちょっとかけで目が小さく頑張ります。一軸漏らすことなくメモしてください。わかりました。はい、じゃあちょっと席、はい、はい、ちょっとコロナなんで水ですね。はい、はい、どうしたらいい。はい、さあ、じゃあ軽く15万いきますね。よろしくお願いいたします。原尾さん、はい、ジミニウィング最高に面白い作品です。ありがとうございます。もうこれ僕あの実はね、頼まれてもないのにずっとデバッグやってました。なぜなら楽しいから。あ、やってたところをですね、はい、感じるプレイ慎んで披露させていただきます。わかりました。はい、じゃあいきます。大げさだな。じゃあ15万点を軽く軽く、ちょっとねボタンが。はい、いきます。よろしくお願いいたします。じゃあ得点のポイントを喋りながらいきますね。お願いします。はい、はい、ということでこのゲームのコツは、はい、敵の弾に当たらないこと。うん、もう敵の弾に当たんなければもうどうってことないから。難しいですよねそれは。あ、それからこのガンボールは、はい、ガンボールを持って死ぬのが本当にもったいないから、はい、もう結構ガンガン使う感じで。ガンガン、うん、何個まで持てるんですか。あんとね、あの質問するのはやめようか。とりあえず、うん、いっぱい、うん、あーぶね。でこの、はい、この、はい、この敵からガンボールを取り、はい、このガンボールをもう結構こう贅沢に使っていくと、はい、あー怖えーな。怖えー、敵が折り返してくるんですね。すごい怖えーな。もう結構ガンボールを。そうですね、種類が違う。あー、ひー、ひー、こえー、まあ、こえー、あ、いっぱい持ってる。出てきた。あー、こえー、よし、おー、これいいんじゃないかな。ほら、もうほら、ジェイコさんのスコアを軽くすっと抜きましたよ。もうほら、もう4万点。であのこのゲーム実はちょっとね、あの、はい、運の要素みたいのがあって。何ですか。ガンボールの中に、はい、今ほら一番後ろについてるガンボールが S って書いてあって、はい、これあのいわゆるスピードアップなんだけど、
2と5って数字が書いてるのがあって、はい、それは2万点5万点がもらえるんですよ。あ、スコアが入るんですね、うんうん、だね、その5万を引けたら、はい、20万点もね、夢ではない。おっ、これは引き当てたい。だね、多分ね、15万で、はい、あー、危ねー、危ねー、くー、ちょっと、あー、くそー、見てくそになる。あー、ちょっと、あー、もうちょっと、あー、ダメ、これね、ダメ、これね、ダメなの、あのね、ダメなんですね。これ1回目で瞬殺しないとね、あー、くそー。1回目で瞬殺しないとダメ。来るのね、来るの、こうビャーって来る、ビャーって来るのを、はい、来る前にもうやっつけないと、ビャーっと来る前、そう、はい、ちゃんとビャーっとって書いておいて、はい、書いてます。あー、ひどい、ちょっともう話しかけるから私ゲーム中にすいません。あー、くっそ、しかもガンボールないし、ここね、ガンボールでね、これもうね、これもうやりたいのにね、これくわー、怖ぇー。あ、でもね、ほら、冷静。あー、おー、兄って書いてある。あー、ちくちょ、やべえ、ラスト1機。そう、あの2はね、2万くわー、怖ぇー、ひーひーひあの、話しかけるから、あ、うん、ゲーム中は俺ほらどっちかというと話しかけられたくないタイプだから。あ、そうですね、すいません、質問してしまったので、うん、もうひどかったひどかった。まあでも、攻略のポイントはもう全部今言ったから。あ、そうなんですか。ゲームしながら敵の弾に当たらないことと、ガンボールをガンガン使うことと、そうあとは、5万点のやつを使うこと、そう、良ければ、そう2万5万ね。そうですね、うんうん、あとは1回目のボスはビャーっと、うん、ビャーっと瞬殺、そうビャーっと瞬殺、はい、ビャーっとね、はい、あとあのガンボール持って絶対死なないとか、ガンボールは使い切ってから死ぬ、うん、ですね。死なない、うん、そもそも死なない最悪はガンボール持って死ぬのは本当にもったいないからガンボール持ってから死ぬですね、うん、死なない、ビャーっとね、死んじゃダメ、うん、死んではいけないです、うん、分かりました。はい、まあ、ということで、僕のように必ず15万は必ず取れる人間になってください。そうですね、必ず15万を、うん、取れる人間、うん、はいはい、はい、ということで来週のまた明らか度、はい、楽しみにしてます。お呼びいただけるならありがたいです、うん、頑張ってまたブラッシュアップして帰ってきます、うん、はい、じゃあなんだ、なんかあった、ビデオ回してない、回した。あ、回した、うん、あ、よかった。あ、ごめんなさい、ちょっと素でやべえと、うん、録画してある、うん、忘れないうちに回した方がいいねって話、はい、うん、こっちです。あ、よかったよかった、うん、はい、なので来週のこの時間ここで15万点サクッと出して、はい、サクッと、はい、原尾さんに恩返しをしましょう。はい、ね、もうそうですね、これでしか報いる方法がございませんので、うん、個人的に頑張ってちょっと15万取ります。はい、じゃあ原尾さんになんか一言。お目にかかれて光栄でした。あ、いえ、お父様によろしくお伝えください。ありがとうございます。はい、あと見てる方結構ツイッターとかでも、はい、このアーケードアーカイブ見てくださってる皆さん、はい、結構あのコメント書いてくれたりしてましたよね。はい、もうすっごい嬉しくて、うん、全部拝読していると思います、うん、1週間スターフォース楽しかったので、なんかゲーム自体が嫌だっていう気持ちには1回もならなかったんですけど、あんまり自分が上手くなれないなとか、なんか全然スコア伸びないなっていう時に、なんか頑張って見てるよって言ってくださる方がすごいいらっしゃったのが本当に心の支えになりました。ありがとうございました。なんかみんな次の目標に向かって伴走しようかなみたいなコメントあるんで、ありがとうございます。ちょっと本当心細い戦いじゃなくてすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、ということでジェイコのアキアカド2回目、はい、頑張りましょう。頑張ります。じゃあ僕が気合を入れてあげますよ。あ、よろしくお願いします。右手をグーに、はい、えいえいえい、はい、ということでジェイコの明けあかどうでした。ジェイコさんありがとうございました。ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
はい、じゃあスッと、はい、じゃあとあともう適当に帰ってくださいね。わかりました、はい、はい、失礼します。はい、そちらに来ていてますね。そうそう、すいません、しばしちょっと準備してますのでしばしお待ちください。はい、では続きましてお呼びしたいと思います。はい、このコロナ禍の中駆けつけていただきました。光栄です。